石原さんは47回すべて訪問されてる、はい、ということなんですけれども、はい、その中でも印象的だった時ってありますい、ね、えっと、まあもちろん最初に行った時ってあの大島さんとか篠田さん,うん、うん、指原さんとかと行った時なんですけど、まあこれはもう本当に本当に震災が起きて1か月半後ぐらいじゃもう月5月の最終週あたりに行ったんですけれども。 あとそれはどういうきっかけで、うん、そのプロジェクトっていうか被災、ね、地訪問始まったんですかあの震災が起きた時にまあ当然世の中の、まあ、エンターテインメントビジネスっていうのは少しこう、うん、静かになってたんで a k b 4と劇場も一見一回止めましたよね一、ね、<と>週間ぐらいええりのコンサートも一回中止にしましたよねなないということで、はい、まあでいろんなまあプロモーションとか活動も少しこう落ち着いてた時だったんですようん、うん、で でもじゃあ、何かお手伝いできることはできなかった秋元さんに言われて、うんでまあ一言で言うと、AKB のメンバーを被災地で何か役立つ活動をしてくださいと、もうお願いします、お任せしますと言われたので、じゃあ何しようかと思って、まあ、例えば皆さんが石原軍団みたいに被災地へ行って、豚汁作ったり、まあ、するのも、まあ、そういうのもあるかなと思ったんですけど、そうでもないな。で みんなで行ってゴミを拾ったりがれきを片付けたってアイドルの女の子が行ったってそれこそこう形のこうなんか景色的なもんしかならないじゃないですかじゃあまあ何できるって言ったらまあやっぱりライブを見てもらう,うん、うん、ミニライブを見てもらおうということになってでステージまだその時はがれきの山で上水道も下水道もないしうん、うん あのまあ、よく皆さんビデオとかテレビの番組見たと思いますけどあの通りの風景が沿岸部はずっとつながっている状況だったので,で、まあ、今もそうやってるんですけど全部今もあの発電機も機材も照明も PA もこちらから持って行ってやってるんですよまあ場所だけ貸してくださいっていう形でそしたら体育館でも広場でもあればそこでステージトラックを開いてあれ30分で僕らセットしてますから開けばどこでもできるので。 じゃあライブをやってみようと、うん、まあ正直最初はまだ本当に震災から二ヶ月ぐらいの時に行ったので、このタイミングでなんかアイドルがいくら有名な AKB とは言っても歌を歌って楽しんでもらえる状況なのかどうかっていうとは心配でしたよね。うん,うん。でもえっとその当時はまあ震災自体は一万五千人以上の人が もうその日亡くなって行方不明の方が今でも2000何百人いるというようなこう日本でも最大級の災害だったんですよ一瞬にして本当に万という方が亡くなるっていうでその中でじゃあ僕らが何できるかということで特に子供がさんがこうやっぱり避難所の中で非常にこうあんまりはしゃいじゃいけないじゃないですかでも子供って わーって本当やりたいけどちょっとこう抑制されたこう状況にあったんですね何ヶ月もだって体育館の中でみんなで一緒に暮らせるわけだからだからまああのー、賛否両論あるなとは思ったんだけどじゃあとりあえず行ってみようとでまず行ったのが1回目 1> それはあのー、ちょっと自衛隊のこう駐屯地の中みたいなところをこ バスで入っていって仮設で作ったステージでやったらもう輝くばかりの笑顔が子供がしかも涙を流して「ありがとう」って「頑張ってください」っていつもメンバー言われるじゃないですかだって僕らが皆さん元気づけるために言っているのにでこれで「あひょっとして」と思ってじゃあ月に1回やろうと思ったら47回目に今日なってしまったという。 ことです、ね、でああいい話というか覚えてる話で言うと例えば2回目が6月11日これは日付覚えてるんですけどちょうど震災から3ヶ月目の日だったんですよ。で、えー、避難所になっている体育館のとこにや古、えー、かな行って、えー、まゆちゃんとか高みなねみーちゃんとかと言ったんですけどあのー、みんな本当に体育館で暮らしてたから特に。 ゲームもなければおもちゃもないので、こう、これで遊んでたんですよ。ったら、コンサートやったら、こう、のに咲いてるこう白爪草みたいな花をって、うん、みちゃんに子供がくれた。ミネギッシュ。うん。時とか、そうですね、あー、板野さんと名取に行った時かな、眉内さんも一緒だった。うん、あ、岩田さんが初めて参加した時なん、うんうん、岩田さんって、あの、名取の、 ミュージカル学校に通っていたのでまあで行ってまあそれはコンサートやってそれも楽しんでもらえたんですけど、まあ、帰ろうっていう時にお母さんが、えー、そう40ぐらいの方からメンバーのとこに寄ってきて仮設住宅の広場でやってたんですよだうちに寄ってってください」って言って、えーあ「どういうことですか?」って言ったら「死んだ息子があの津波で亡くなった息子が AKB の大ファンだったので今日せっかく来てくれたらちょっと。 お参りしてくれないかと線香の一本あげてくれないかというのでただ板野さんがも「もあので行こう」って言ってでみんなで行ったらこうまあ、ご家の前に AKB のこうグッズとか CD が置いてあったっていうのでやってあ宮脇さんも一緒だったかなその時はとかねーあと千鳥さんも去年行ったけどクリスマスの時の、はい。 そうですコンサートだけはクリスマス衣装でやってるんですよ必ずもう4回やりましたけども歌もクリスマスそれもあれはあれで別の楽しさがあったでしょはいそうですね今日も劇場公演でそのやっぱりクリスマスコンサートの話は出ましたねみんなでサンタコスして AKB だけど今の子供達だとそれこそ田辺美空さんが話してたんですけど「ニア KB だニア KB だ」っていうのが強かったみたいで それですごいまた元気を与えられてたんだなってクリスマスの時は幼稚園とかをなるべく行くようにしてる、うん、小っちゃい子がいるところに行くようにしてるんですけどいい、はい、であの寸劇もやるんですよええとかさきさんがこうあのこうあれになったり <laughs> 悪いサンタですか、ね、悪いサンタじゃなくてねトナカイになったり北川さんがトナカイになったりして <laughs>、はい、マネージャーの渡辺君もトナカイやりましたねはい、はい そうういののをやってあ幼稚園児が相手なのででみんなでよあのクリスマスソングも歌ったりしてありましたあとはね大雨が降ったのが何度かあるんですよあそのうん来訪問した時のライブの時一番大雨はね大島さんと行ったやつですねはとえっとね14回ですね大船渡にこれ土砂降りの雨だったんですよ でこれ日付を見ると2 0 1 0年6月9日になってるんですが、うんはい、6月6日が総選挙だったんですよ3日前<ー>で総選挙のあとすぐ大島さん1になって確か2日翌日はみんなほら全体撮影日になるじゃないですか総選挙のあとってで水着サプライズで一、はいうん、1>, 1日置いて栃木公演をチーム K がやってあの大島さんの凱旋公演ですね、はい、話題になったやつですねや,、うん、やったようになったやつですね 栃木が終わった後、会場を飛び出して、うん、そのまま、えー、岩手に向かったんですよで止まって全泊して大船渡に行ったんですねだからこの時は大島横山秋元田辺野中全部チーム系ですねそうですね田野さんだけ東京から呼んだのかな<分>はい、はい、でとスケジュールでで、はい これ大雨だったの、土砂降りで。はい。トラックトラックでライブですよね。はい。で、3000人ぐらい集まって、ものすごいこう盛り上がるライブなっこう、仮設の、それも商店街の前の広場でやったんですけど、だから、あの、もう、大島さん、びしょ濡れ大好きですから、盛り上がって。はい。で、雨といえば、前田さんの時も雨が。はい。これはですね、 あの、実はその、そもそも遺体を安置してあった小学校のグラウンドで、うん、で、ステートラックを置き換えてやったんですけど、その日も大雨が降って、でも、子供が集まって、まあ、雨の中見ててくれたんですよ、カッパ来てね、こうやって。で、ステートラックちょっとだけ屋根があるから、後ろに下がれば濡れなかったんだけど、うん、でも、前田さんが、もう、子供濡れてるんだから、うん、みんな前に出ようと言って、うん、こ一番最前列まで行っても、うん ライブをやったったていうのも前田敦子さん自らといういやこのホームもやっぱああみんなのエネルギーがすごい注がれてたんだなってこの話分かりますね